懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。なんか見るもん全部が懐かしいってばよ。ったく、ガキじゃねえんだからそうはしゃぐなっての。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。はそういうガキなところは全く変わらんの。ナナ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。ああ、え、な、ナルト、ナルトなの。え、ま、もの、もしかしてさくらちゃん。いつ帰ってきたのよ、久しぶりじゃない。うわあ、ほんと久しぶりだな。それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ、昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえず先に綱田とこに向かうぞ。あいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんからの。あのさ、エロセニー、その前にちょっと里を見て回ったらダメかな。ん、久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。ったく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこんなにも長く里を離れたことはなかっただろうからの。ふん、大丈夫です、ジライア様。ナルトには私もついていきますし、責任持って屋敷まで連れていきます。おお、帰ってきて早々サクラちゃんとデート。違うっつーの。ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。いいな。おっ、序章ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。いや、なんかワクワクするってばよ。ナルトを連れてきました。おお、久しぶりだな。ばあちゃんに静音の姉ちゃん、元気してたか。ナルト君、お久しぶりです。その創造主さ、変わらないな、ナルト。ってわけで、エロ仙人とすげえ修行してさ、かなり力がついたんだぜ。うん、これからの活躍に期待してくれ。自信を持つことはいいことだ。
だが期待するのはお前たちが相応の力をつけているかを試してからだな。どういうこと？ま、お前たちにはこれからとある試験を受けてもらうってことか。へっ、かかし先生。よう。うわあ、かかし先生っても全然変わってねえ。お前も、ま、その性格は昔のままだな。あの、かかし先生、試験って何のことなんです？それに、お前たちって…ナルト、そしてサクラ、お前たち二人がこの3年でどれほど力をつけたのか、そしてこれから共に任務を行えるかどうか。鈴？ってことは…ああ、お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取りか。懐かしいってばよ。あの時は俺から鈴を奪えなかったが、さて今回はどうだろうね。試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな？はい。それじゃ待ってるぞ。ナルト。ああ、俺たちの成長ってやつをカカシ先生にしっかり見せてやろうぜ。この先だよな、演習場。ワクワクしてきた。ねえ、ちょっと待ってよ。どうしたの、さくらちゃん。あのさ、かかし先生に会う前に準備運動しとかない？準備運動？それ別にいいけどさ。いろいろ方法はあるけど、手っ取り早いのは、うん、やっぱり実践形式の手合わせね。それって準備運動どころじゃないと思うけど。でもいいぜ、そっちの方が性に合ってる。ただ実践形式だと俺ってば手加減できねえかもよ。上等。あんたの力を見る上でもちょうどいいわ。そんじゃ早速手合わせ開始だ。行くぜ。やるじゃない。さくらちゃんもすげえ強くなってんのな。
この分なら鈴取りうまくいきそうね。期待してるからね、ナルト。俺もさくらちゃんに期待してるってばよ。任せといて。よし、体は温まったし、そろそろ私たちの力、かかし先生にしっかり教えてあげましょう。おう、ちょっと待って。ん？はい、これ。この先でカカシ先生が待ってる。ナルト、準備はもちろんできてるわよね。それじゃ、行くわよ。来たな。すみません、お待たせしました。準備はできたか、二人とも。はい、ボス。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。旦那。さて、始めますか。うん、はい。俺も少し本気を出さないと。さあ来い。行くわよ。やるじゃない。あと豪華級の術。ここまでやるとはな。だが次はどうか。さて、これからの本番だ。見せてやろうぜ、さくらちゃん。よーし。どうだ、水流弾の術。
本当に鈴取られちゃうとはね。ナルトだって。よし。やれやれ、まさかお前たちがここまでやるとはな。正直驚いたよ。にひひひひ、俺ってば、かかし先生追い越しちゃったかもね。何言ってんのよ、偉そう。俺の想像を超えるとは、まったく頼もしい奴らだ。なあなあ、かかし先生から鈴奪ったってことはさ、もちろん。ああ合格だ。これからはまた第7班として任務に入ってもらうよ。やったー今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。おっ、それじゃあ俺はこれにてドロン。やったな、さくらちゃん。よし、これから頑張るぞ。ナルト、改めてこれからもよろしくね。おう。さーてと、演習も終わったし、これからどうすっかな。やることないなら、私と一緒に師匠のとこ行かない？演習が無事に終わったことを報告しときたいし。そうだな。そんじゃ、屋敷まで行ってみっか。
その様子だと成功したようだな。よくやった。でさ、ばあちゃん、早速だけど任務とかってないの？ちょ、あんた演習が終わったばっかだってのに何言い出してんのよ。いや、これからまた任務ができるかと思うとなんかうずうずしてきてさ。なんつー体力してんのよ。まあやる気があることはいいことだ。そんじゃ。と言っても本格的な任務はまだできないぞ。今回できるのは簡単なやつだけだ。オッケーオッケー、それでいってばよ。じゃあこの中からやりたい任務を選びな。よし、そんじゃ行ってくっかな。さくら、お前もナルトについて行ってやれ。はあ、頑張るってばよ。Thank you.
ほう。終了ね。よし、そんじゃ次の任務をもらいに行くってばよ。
それじゃあ師匠に終了報告しに行きましょうか。うん。ばあちゃん、任務全部やってきたってばよ。ああ、よくやってくれた。へえ、なんだかんだで動き回ったな。次は何を。腹が鳴っちまったってばよ。まあ、あれだけ動けばお腹も減るでしょう。それじゃあ、そろそろお楽しみのあそこに行こっかな。聞くまでもないけど、どうせ一楽でしょ。その通り。久々に一楽のラーメンを腹いっぱい堪能する。ってわけで、さくらちゃんも一緒にどう。いや、悪いが、さくらはここに残ってもらう。ちょっと頼み事があるんだな。頼み事？だったら俺も手伝うけど。そうしてもらいたいのは山々だが、医療に関する依頼なんでな。うっ、それはちょっと役に立てそうにねえな。ま、あんたは一楽に行って思いっきりラーメンを楽しんできなさい。だな、そうさせてもらうってばよ。このラーメンを。お？お？鹿丸？おいおいおい、ナルトじゃねえか。戻ってきてたのかよ。やっぱ鹿丸か。お前はあの時のチビか。ってあれ、お前ってば確か砂隠れの手まりだ。久しぶりだな、渦巻きナルト。おお、久しぶりだな。ってわけで、さっきまで演習を受けててさ。帰ってきて早々忙しいやつだな、お前は。ところで、お前たちは何やってんだ。もしかしてデートですかい。冗談はよせ、なんでこんなやつと。私はただ次の中忍試験の打ち合わせで木の葉に来ているだけだ。中忍試験？そっか、中忍試験か。懐かしいってばよ。いや、懐かしむのはいいけどよ。お前どうすんだよ、中忍試験。え、なんで。なんでって、俺らの同期で中忍になってないのお前だけだぜ。ちゃんも長寿も日向も中忍。なあ、っていうかお前以外はみんな中忍って言ってるだろ。ガーン。そんな、まさか俺一人下忍だなんて。まったく、何か騒がしいと思ったらやっぱりお前だったか。え、え、イルカ先生。この3年でお前も少しは成長したと思って。わっはっは、久しぶりだってばよ。イルカ先生も全然変わってね。やれやれ、落ち着きがないところは相変わらずだな。落ち着きないって、そりゃそうなるってばよ。だってみんな中二になってんのに俺だけ。まあまあ、とにかく落ち着け。話は一楽でゆっくり聞いてやるから。ジライア様との修行終わったんだろ。だったら今日は修行終了祝いとして好きなだけラーメンをおごってやる。あら、
キー、俺ってばちょうど一楽に行こうとしてたんだってばよ。それじゃ俺は先に行ってるからな。そっちの話が一段落したら一楽で合流だぞ。イルカ先生とラーメンか。なんかすげえ嬉しいってばよ。第一章、風影奪還。ラーメン、ラーメン。あ、そうだ、鹿丸たちも行こうぜ。一緒に踊ってもらおうぜ。いや、俺らは仕事が残ってるからな、遠慮しておく。なんだ、仕事があんのか。だったら仕方ねえな。まあ、そのうち飯でも食おうぜ。そうだな。と、これは本格的に腹が減ってきた。早く一楽に行かねえと。俺たちの分まで楽しんでこいよ。あ、じゃな、鹿丸、手前。分かった。何杯食べようかな。たく。なるほどな。だからあんなに騒いでたのか。はあ、みんなは中人で、俺だけ下人か。おいおい、下人中人ってそんなにひがむなよ。お前はあのジライア様に直々に教わってんだから。まあね。でもさ、容赦なしだってばよ。エロ仙人ってば、額当てとか服とかボロボロになっちまってさ、新調しなきゃならなくなったんだぜ。でもそのすごい修行のおかげで随分と強くなったんだろ。うん、今じゃイルカ先生より強いかもね。何言ってんだ、まだまだ俺だって負けやしないぞ。いつかイルカ先生とも勝負を。あ、どうした。そういや、ずっと聞きそびれてたんだけど、あのさ、さくらちゃんたちが中二になったのは分かったけど、あいつは、あのガーラはどうなったんだってばよ。ああ、あの子か。まさか、中人ってだけでなく上人に。いや、あの子はちょっと別格だ。別格？そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんとお箱も持ってきてる。うん、まあ、サソリの旦那は見てればいい。どうだい、この芸術的造形は。あんまり待たせんなよ。一尾主角の人中力、砂漠のガーラか。さて、どんなものか。
潜入成功。ん？ほう、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風影ってとこか。その衣、お前が暁だな。隠密行動は失敗だな。しかし、てめえを探す手間が省けたぜ。さて、とっとと片付けるかな。この里は俺が守る。
ばかったな。皆さん、逃げ切れると思うな。まずいなこりゃ。俺もいつか誰かに必要とされる存在になりたい。恐るべき兵器としてではなく、砂隠れの風影として。あれをガードしきるのはすごいな。終わったか。それはどうかな。かなり際どかったぜ。こいつ、あれを受けて。だがな、最後の最後はオイラの勝ちだ。しまった。まったく、骨が折れたぜ。その瓢箪に粘土仕掛けんのはよ。なかなか隙を見せねえし、さすがに強いじゃねえか。なあ、風影。さーて、これからお前を楽しい場所へ案内するぜ。Thank you.
さーって集まったな、二人とも。これから第7班で任務に入るぞ。で、どうしたのよ、ナルト。考え事か？いやー、あのガーラが風かけになってるとは思ってもみなくてさ。悔しいやら嬉しいやら。悔しいってのはわかるけど、嬉しい気持ちもあるんだ。だって風かけになったってことはみんなに認められたってことだろ。それってば、あいつにとってすげえ大変なことだったと思うんだ。でもガーラはそれをやってのけた。頑張って頑張って風かけになったんだ。だからなんか俺も嬉しくなってさ。だったらお前も負けてられないな。ガーラに負けないくらい努力しないと。ああ、その通りだってばよ。任務をバリバリやって火影への道を突っ走ってやる。あんたってそういうとこ昔から変わらないわね。ってわけでさっさと任務に入ろうぜ、カカシ先生。あ、それじゃまずは任務を引き受けに五代目のところに行くか。わっ、来たってばよ。うん。で、ね、俺たちってば何すればいいんだ。うん、お前たちの任務だが。大変です、綱手様。なんだ、想像し。砂隠れの風影が暁の者に連れ去られたとたった今連絡がありました。え、ガーラが？五代目。これよりカカシ班に改めて任務を言い渡す。直ちに砂隠れの里へ行き、状況を把握。その後、砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。了解。よし、これよりすぐに砂隠れに向かう。砂隠れまでは結構な距離がある。各自遅れないように。よし。Thank you.
に。木の葉での用事は終わったのでな。砂に帰っている途中だ。お前たちこそなんだ。急ぎのように見えるが。そのお伝えしたいことが。なんだと？ガーラが？はい。なんということだ。俺たちはガーラを助けるために砂に向かっている途中だってばよ。手まりさんも。ああ、もちろんお前たちと共に行く。ここから砂隠れまではまだ距離がある。急ごう。おっ。砂隠れはまだかよ。ナルト、あんたちょっと焦りすぎ。そんなんじゃ体が持たないって。気に食わねえんだってばよ。ね、あいつらが俺やガーラを狙う理由くらい俺にだってわかる。さくらちゃんももう知ってんだろ。俺ん中にキュービの妖狐が封印されてて、暁に襲われたことがあるって。それはガーラも俺も体の中に化け物を飼ってる。それが目当てなんだ、あいつらは。それが気に食わねえ。俺たちを化け物としか見てねえ。あいつらの好き勝手な見方が気に食わねえんだ。ナルト、ガーラ全部俺と同じだった。一人ぼっちで理解もされなくて。でも俺にはイルカ先生や仲間がいてくれた。だから助かった。だけどあいつはずっとずっと一人だったんだ。たった一人で戦ってたんだ。暁に狙われた。今度も俺と同じだ。それなのにいつもなんであいつばっかりがそんな役回りになっちまう。だからどうしたってチンタラしてらんねえだろ。大丈夫だ、お前の気持ちは分かってるよ。だったら少しでも早く先に進みたいんだ。ガーラを少しでも早く助けてんだってばよ。ああ。ありがとう、渦巻きナルト。砂隠れまで一気に突き抜けてやる。急ぐってばよ。手まりさん、それに木の葉の方々も。ガーラはどうなった？詳しい話はバキさんから説明があります。皆さん、ひとまず風影様の屋敷へ。おう。
キ。手まり、それに木の葉の救援部隊か。ガーラは、ガーラはどうなったんだってばよ。残念ながら依然暁に囚われたままだ。追跡部隊はもちろん放っているんだろう。情報は、情報によると奴ら暁はガーラを連れ川の国へと向かったらしい。川の国か。そんじゃこんなとこでチンダラしてねえで、すぐに川の国に行くってばよ、カカシ先生。バキさん、我々はこれより風影奪還の任に入り川の国へと向かいます。すまん、助かる。ナルト、サクラ、俺は今から木の葉に連絡を入れる。その間に二人はしっかり準備をしておくこと。了解。つい先ほどカカシから連絡があった。暁は風影を連れ川の国へと向かったとのことだ。そこでお前たちにもカカシ藩と同様の任務を与える。直ちに川の国へ向かいカカシたちと合流、その後互いにサポートし任務をこなせ。わかったな。はっ。よし、川の国まで一日で行くぞ。いえ、大先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会はやめてください。もう。よし、みんな川の国に向けて出発だ。ねえ、そろそろ休憩にしない？この程度で音を上げるのですか？まだまだ修行が足りませんね。なんでして？二人とも、話はそこまでだ。え？何か来る。これは…お久しぶりですね。お前は知っているんですか、ガイ先生。誰だ。おやおや、神獣は頭の方も獣レベルのようですね。ま、こいつとんでもないチャクラの量だ。これが暁。さて、水分身か。始めましょうか。みんな二手に分かれて迎撃するぞ。ネジはテンテンと、リーは俺と組め。了解。いきますよ。
まだまだいたぶってあげますよ。さすがにやるわね。ならばこちらも少々本気を出すとしよう。オーケー。吠えますね。あなたたちごときでは私には勝てませんよ。さて、それはどうかな。戦闘開始。なるほど。どうやら侮りすぎていたようですね。まあいいでしょう。あなたたちとの遊びはここまでです。終わったわね。ああ、あとはリーたちだが。大丈夫かな？ようやくあなたとの決着がつけられますね。お前のことをどこかで見たような気がしないでもないような。ダメだ、思い出せん。やれやれ、本当に困った方だ。ではこの大刀サメ肌で削り思い出してもらうことにしましょうか。この殺気、ただものではありませんね。気をつけろよ、リー。少しの油断が命取りになるぞ。押せ。さあ、行きますよ。さすが、といったところでしょうか。
なかなかに楽しいひとときでしたが、どうやら時間切れのようです。お前は？残念ですが、あなたとの決着はまた今度ということで、その時までせいぜいくたばらないように。なかなかの強敵でしたね。そっちも終わったようだな。ネジ、テンテン、無事でしたか？ああ、なんとかな。なるほど、そちらも大変でしたね。で、結局、あいつの目的って何だったのかしら？それは…みんな、奴の目的が気になるのはわかるが、このまま足を止めているわけにはいかない。確かにネジの言う通りだ。今はカカシたちとの合流を急がなければならん。うん。よし、考えるのはまた今度だ。今は先に進むぞ。おっせ。さて、それでは行きますか。お前たちには迷惑をかける。いえ、困った時はお互い様です。すまん。それでは我々は川の国。マーティだってばよ、加賀先生。気をつけろ、みんな。いきなりですか。こいつは、うちは、イタチ。久しぶりですね、加賀さん、ナルト君。こんにゃるは、俺だけじゃなくガーラまで。お前らは俺がぶっ潰してやる。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。落ち着け、ナルト。こいつは俺がやる。
と言っても別に黙って見てろってわけじゃない。お前は俺の援護を頼む。本当はカッコつけて先に急げと言いたいところなんだけどね。俺もこいつ相手じゃ一人で抑えきれない。了解。さすがはカカシさん、戦い慣れている。イタチ、お前。今回はここまでです。消えた？今の引き方、これは。ああ、どうやらあやつの役目は、ただの時間稼ぎだったようじゃの。時間稼ぎ？先ほどのやつの行動から考えるに、どうやら間違いないようじゃな。やつらは美獣を引き剥がしにかかっとる。おそらく新たな人中力を作るつもりなのじゃろう。美獣？人中力？それって何なんですか？美獣とは主角や九尾といった王を持つ魔獣のことを指す。九尾？美獣は莫大なチャクラの塊でな、それを軍事利用しようと各国が競っておった。利用って、そんなチャクラの塊を制御することができるんですか？結果的には制御することは誰にもできなかった。じゃが人はその力を人の手でコントロールしようとはしたのじゃ。美獣を人に封印することでな。そして美獣を封印されたもの、つまりガーラのようなものを人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうやればその美獣を取り出せるんですか？サクラちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術とかなりの時間を要する。だがそれをしてしまえば人中力は、まさか。そうじゃ、美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんなそれじゃ。相変わらず心配性だな、さくらちゃん。大丈夫だって。ガーラ、俺が助けっから。私はナルト、あんたの。カカシ先生、そろそろ行くってばよ。ナルト。
戦えて楽しかったですよ。だが時間稼ぎをしたとはいえ、じきに奴らはここに到着する。分かっている。これより一尾の封印を始める。加賀先生、目的地まであとどれくらいなんだ？ここからだともう少しといったところか。よし、待ってろよガラ、すぐに助けてやるからな。これは結界だな。まずはこれを外さねばならんな。どうやって？それは五風結界だ。え？遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃって。ナルト君、サクラさん、おっ、皆さん一足早かったんですね。さて、早速で悪いが、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。だから、目の前の札と他の四箇所にある札、そのすべてを剥がさなければ結界は外れない。なるほど、ならば。つけた。よし、札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。あ、頼む。よし、外反青春フルパワーで行くぞ。俺たちはガイたちから連絡があるまでこの場で待機だ。目の前まで来たってのに。カカシよ、なぜあの小僧はタサトのガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。ん？確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりも
ナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って資格を憑依させたのは、それは砂隠れを守るため、里のためを思ってのことじゃったが、結果として逆に里を苦しめ、他里の者にも迷惑をかけることになるとは。今思えばわしのしたことは間違いばかりだったのかもしれん。いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであれば、また正せばいいだけです。千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな。老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。この先に札があるはずだ。二組に分かれたのはいいけど、あの二人を組ませて大丈夫かな。問題ないだろう。ああ見えてやるときはやるやつらだ、うん、そうよね。今は俺たちのやるべきことをやるぞ。時間は限られている。オッケー。あと1枚あるはずだ。急ぐぞ、テンテン。よし、これで終わりね。いや、そう簡単にはいかないようだ。気をつけろ、テンテン。え？何これ。どうやら暁の仕掛けたトラップのようだな。そう簡単に結界を解かせる気はないらしい。にしてもまさか私たちの偽物が出てくるなんてね。どうした、おじけづいたか。冗談。本物と偽物の違いってやつをしっかり教えてやるわ。ネジ、援護して。ここは私が行く。いいだろう。さあ始めるわよ。準備が整った。援護してどうだ。化粧と
あとはリーたちの方もうまくいけば結界が解けるわけね。ああ頑張ってよね2人。この辺りにネジが言っていた札があるはずです。よし猛烈ダッシュだリー。おっす。次行くぞ。これで終わりですね。うん。どうしました、ガイ先生。予想通りだ。暁めトラップを仕掛けていたようだな。これは。なるほど。札が外されてもトラップが発動し敵の侵入を阻むというわけか。まさか僕たちの偽物が出てくるとは。なんと燃える展開なのでしょう。まさか自分自身と戦えるだなんて。ガイ先生、ここは僕に任せてください。必ずや勝利を手にしてみせます。なんと素晴らしい気迫なんだ。もはやこの俺にお前は止められん。いいだろう、俺は援護役に回る。その分思いっきり戦うがいいぞリー。おっす、ありがとうございます。さあお前の魂の炎を見せてくれ。いきますよ。ナイスバトルだったぞ。
おっす。しかしネジたちの方は大丈夫でしょうか。おそらく同じトラップが。いやあ、この程度ならば問題あるまい。なんせ我が外藩の一員なのだからな。確かに。さて、あとはカカシに連絡を入れねばな。たった今、ガイたちから札を剥がすことに成功したと連絡が入った。それじゃあ、あ、俺たちも行動開始だ。まずはこの岩を壊す。頼むぞ、さくら。さて、みんな、準備はいいな。はい。ガーラ、今行くからな。よし、行くぞ。ああ、やってやる。さて、どいつが人中力かな。イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しでこの葉の連中は到着する。サソリ、デイダラ、二人でやつらを始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしろ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。うん、なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ったく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガーラ、メーラ、てめえらぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる、うん、おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ、旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。ってわけで、風影はオイラが預かるぜ。やだ、旦那。ナルト、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。わかった。奴らの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというに、随分な言い方じゃな。とうに引退した身のあんたがこの俺にかなうと本気で思っているのか。何事もやってみなければ
その答えはわからん。減らず口よ。減らず口かどうか試してみるか。安い挑発だ。だがいいだろう。あえて乗ってやる。ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ？今までのあやつはヒルコという区別を身にまとっておったのじゃ。じゃあそれを脱ぎ捨てたってことは、あやつめ、一気に型をつける気じゃ。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろう。なあ、ジオバー様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。ふん、お前が重ねてきた罪は身内であるわしと、そしてこの二人で清算してくれる。ああ、それか。そうじゃ、お前が作った最初のくぐつ、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。気をつけろ、さくら。あやつの恐ろしさはくぐつだけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。少しでも体内に入ればそれこそ命取りじゃぞ。はい。絶望をくれてやる、このとっておきでな。あれをばらされるとはな。じゃあ仕方ねえ。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の総炎、解くと見せてやる。
大切な人を守るため負けられない。よし、終わったな。やりましたね、千代婆様。どうした桜？ようやく毒が回ったか。うわっ、やっぱり核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でもそこに俺の毒が入り込めば終わりだ。うわ苦しそうだな。そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが、俺は優しいんでな、今すぐその苦しみから解放してやる。終わりだ。まさか最後に気を抜いたの、サソリ。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。サクラ、
無駄だ。俺の毒がすでに全身を巡っている。もうそいつは助からない。我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと？そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。大丈夫か、さくら？はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大したガキだ。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんた、オロチマルとつながりが。うん？あいつはどこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか。答えて、あいつはどこに？まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。教えてやる。オロチマルに会いたいのなら草隠れにある天地教。オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。あとはお前ら死だ。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当にくだらねえ。さすが赤月だな、手強い。ガーラを返せ。変わった人中力だな。人中力はネクラで人嫌いだと聞いたが、それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかった。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前も直にそうなるんだよ。おら！てめえらは潰してやる！戦闘開始！任せろ。準備。
やり合ってる間に奪われちまったか。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいが今回はここまでだ。逃がすかよ。じゃあな。いね、逃げたか。畜生。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりがこんなんで死んだんじゃ。風影だぞ。風影になったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。ガーラ君、生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと本当にできんのか。転生忍術であれば。でもあれは自分の生命エネルギーを分け与えるもの。ジオバー様は自分の命をかけてガーラ君。俺のチャクラ使ってくれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はアリスと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上にお前の手を重ねろ。うん、うん、
助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界にお前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になった正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができるとわしは信じておる。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。ガーラ。ナルト、世話駆け上がって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ、これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何が。医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは。ナルト、千代婆様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代婆様に祈りよ。
じゃあな。おい、普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま。この葉隠れ到着っと。それではな、カカシ。いろいろと助かったよ。さて、俺たちもここで解散だ。二人とも、次の任務に備えて体をしっかり休めとくように。はい。そんじゃ俺はばあちゃんとこ行って新しい任務でも受けてくっかな。ハンタ、高橋先生の話ちゃんと聞いてた？体を休めろって言われたでしょ。何言ってんだってばよ、さくらちゃん。体なら休めただろ、帰ってきながら。これは休息じゃないし。まったく元気だね、お前は。俺の方はダメなようだな。前の戦いでチャクラを使いすぎた。次の任務はあいつに任せるか。